という、まあ面白い、社会学的に見ても多分面白いような文構造になっていると思います。で、後の方でそこのなんかコンケーブなところから直線に変わるっていうところありますよね、はい、それがどういうふうにこうどういう要因で変わるのかとか、あと今のそのラムダの値がどういう要因で変わるのかって話、はい、します。じゃあ次のスライドいきましょう。これが同じプロット、はい、こういうパレット分布は、時系列を通じてその安定して見られるんですか。次見ましょう。あ、次これが時系列です。これはアメリカの1917年から2005年までのテール部分の、まあ、同じ、キュメラティブディストリビューションですね。これは、Y 軸見ると10のマイナス1からになってますから、トップ10パーセンタイルから10のマイナス4乗ですので、0.01 パーセンタイルまでですか。かなりトップの方まで見れる。これも同じ税務データです。で、横軸はインカムで、これは2005年で、まあ、実質化される2005年を基準にしていると。で、これを見るとまあ、年によってパレットの指数、要するにこれの傾きですね、は違うんだなということが分かります。で、大きなその歴史的な流れがあって、1917年の頃から、1960年代にかけて非常にスティープ化するんですね。分布がスティープ化するってことは、パレット指数が上昇するってことで、それは、お金持ちの方の不平等度が減るということです。で、70年代以降このトレンドが反転して、平らになってくる。で、2005年になるとだいたい一番最初1917年あたりと、まあ、同じぐらいの傾きになっている。で、100年を通じて、最初と最後を見ると、まあ、安定していると言えるかもしれないけど、真ん中を見ると、まあ、結構そのゆっくりと振動もするんだなという感じです。で、この傾きパレート指数を、単にその割り算で計算して時系列でプロットしたのが次のスライドです。これですね。で、これを見て分かるように、現在と1920年代はだいたいパレート指数が 1.5 ぐらい、歴史的に見て非常に低い、不平等度の高い時期である。一方、1960年代から1970年代にかけては、まあ、3になることもあったような、2の後半ぐらいの高いパレート指数であったということが分かります。 P99 というのは 99% ある。そうです。これ下から数えてですね。で、大体まあ中央値は2であるということです。この底の部分の不平等度の変化と、その分布全体の不平等度の変化みたいなのが間には何か関係がある、うん、あります。次のプロ、非常にいいポイントですね。で、このパレート指数っていうのは分布の傾き、テールの部分の分布の傾きですから、基本的にはお金持ちの間で不平等度がどれくらい大きいかということを示すわけですね。だから、それとその社会全体で不平等がどうかっていうのは別なわけです。で、社会全体で不平等がどうかっていうのを見るためには、むしろ、お金持ちの部分、点の部分にどれぐらい所得が集中しているか、富が集中しているかということを見た方が良いでしょう。そこで、ピケティとサエーズの研究では、トップ 1% のお金持ちの所得のシェアということを、まあ、この税務データから、計算して時系列で並べました。それがこの、グラフですね。このグラフで丸印になっているのがトップ 1% のシェアです。
これ1920年代、まあ、その戦前から傾向的に、減ってきていて、60年代、70年代で非常に低くって、80年代のある時から、トップ 1% シェアが上がると、全体で見た時の、経済全体で見た時の低部分への集中度が上がるという結果が見て取れます。で、じゃあこれとそのさっきのパレート指数は関係がないのかっていうと結構あるってことが分かります。このスライドの上の方に書いてあることですが、もし仮に、まあ、今単純化として、所得全体がパレート分布に従っているというふうに考えてくださいと。そうするとこのような式が見けます。The richest P fraction of population ですね。トップ、P パーセントの、人口に、集中している所得が P のこれ上になるという関係式が導きます。ただし、まあ、ラムダが1より大きい場合ですね。で、この式を使って、先ほどの、パレート指数をから、テール部分に、集中しているであろう所得の割合というものを計算してプロットしたのが、バツ印でプロットしたものです。で、そうすると、まあ、完全には対応しないんですが、ただラムダが2のあたりですと、まあ、かなりよく近似できているということが分かると思います。ですのでクオリテイティブには、パレート指数と、経済全体の不平等度というのは、まあ、結構割に密接に関係しているということが分かると思います。これ相関係数を取ったりするとどれぐらいの水準になるか、これは分かんないですね。まあそうですね。このようにラムダは各年で違う値とってやってる。そうです。それは前のやつ。そうです。この近似法で何が一番まずいかっていうと、テールの始まる時期ですね。テールの始まる時期が多分その毎年違うわけじゃないですか。そのパレート分布で非常によく近似できる部分と。どのパーセンタイルから枯れる部分になるかというところが違ってくるわけなので、そうすると、考えに入れないので、こういう誤差が生じるのかなというふうに思います。というか、パレート分布だと、テールはまあ無限にこうなってるわけですよね、理論上はね。そういうのは関係あるんですか？まあ無限にはなってるんだけど、ここではフラクションを取ってるので、それはちゃんと定義。ただ、まあ、経済全体の不平等度っていうと、もちろんそのテールの部分での不平等度と、他の部分での不平等度に分解できて当然ですから、まあ、完全に一致しない方がむしろ。で、そのあたりを見てみたのが次のスライドです。これは US センサスのデータで、ジニ係数を1967年をゼロとしてそこからの増分で取ったのが丸印のプロットです。で、まあ、67年からだいたい傾向的にジニ係数が増加していると。でジニ係数というのは不平等度の指数で、右側のグラフで説明してあるんですが、横軸、これはどういうグラフかというと、横軸に、国民を貧しい人順に並べておくんです。 1,2,3,4 と。で、まあ、それのフラクションを取ってやると。要するに 1% ある貧しい人、セカンド 2% ある貧しい人だったというふうに並べてやると。で縦軸はその横軸の人たちのインカムをどんどん足し合わせてやってる、キュムラというふうに足し合わせてやる。